自治体、国籍は49の自治体、基礎疾患は14の自治体がそれぞれ公表するなど対応が分かれていました。対応に苦慮している自治体の一つ、神奈川県横須賀市です。これまでに55人の感染が確認されています。市内で感染を広げないために必要だと考え、当初から感染者の職場の情報なども公表してきましたが、市民の求めに応じ、先月からは同居人の人数も明らかにしています。市民の皆さんも知りたいというところもございましたので、きちっと皆さんに公表しなきゃいけないので、市が発表した情報を掲示板に貼り出す自治体も。情報源がない人も多いので、それで出した方がいいかなと。高齢者にも分かりやすいよう大きな字で印刷し、感染防止を呼びかけました。こういうのが出てれば分かるよね。大体どの辺でっていうのが分かれば、